こんにちは。ミシュラン代表チームアシスタントの萩原です。今日はセンターパートの波打ちでセットしていきたいと思います。でセンターパートの波打ちをする前に重要なのがドライでしっかり形を作ってからアイロンすることが重要なので、まずもう5対5で分け目作っていただいて、この状態からドライしていきたいと思います。ではドライしていきます。はい、ドライが終わりました。で、ここのトップの方はしっかり根元立たせてボリューム出すようにドライしていただいて、で顔周りと立ち回りは潰していただいて、トップよりボリュームが出ないようにドライで押さえて、ドライでボリュームを抑えて乾かしていただくとボリューム出ないので、ぜひやってみてください。で今回アイロンするんですけど、アイロンするときにこのダックカールを使って止めながら説明してアイロンしていきます。ダックカールで止めていただいて、一束1センチぐらい取っていただいて、で最初は内外内で、内で終わったら次隣に来る毛は外内外、内で終わったら隣に来る毛は外、で次は内外内で進んでいきます。今ここ全部アイロン通したので、アイダックカールで次の一束持てる量取っていただいて、はい、もう一束取ります。でこっちの下の毛は内で終わってるので、次スタートは外から始まります。外内外外で終わって、隣の毛は外で始まったので、次は内外内、こんな感じでどんどん進んでいきます。使わなくてもできるんですけど、あった方が均等に熱通せてセットしやすいと思うので使ってみてください。今こっちは外で始まったので、次はまた内から始まります。内外内で、隣の毛は外内外で、これ全体的にやっていきます。はい、逆は片側終わりました。で今の要領で逆側もやっていきたいと思います。では逆側もやっていきます。
も内外内で隣の毛も隣の毛は外内でその隣の毛は内外内で進んでいきます。で今こっちの最初のスタートは内なのでその上のスタートは外から外もうこれをずっと続けてやっていきます。はい、で全体入れ終わりました。でバックのアイロンの入れ方なんですけど、バックはもう取っていただいて、もう手で波打ち手首で使っていただいて全体通す感じで大丈夫です。では早速、ワックスをつけていきたいと思います。で僕の毛はブリーチ2回しててハイダメージ毛なのでちょっとパサつきやすいっていうのもあるんで、今日はエッジとシャインオーバーを1対1で混ぜてセットしていきます。結構ダメージ毛の方は多めに取っていただいた方がパサパサじゃないのでおすすめです。で黒髪のバージン毛っていうあの絡むパワーをしない髪とかはエッジ単品だったりクレイがおすすめです。1対1で、後ろからつけていきます。で中間毛先を揉み込むように全体なじませます。ついてないところがないようにムラなく揉み込んでください。持ち上げて中間毛先揉み込んでる時間が実は一番重要なので、この時間をしっかり取っていただいた後に散らしてください。はい、でしっかり揉み込んでいただいたら、あとは分け目の方向に散らしていきます。結構散らしただけでセット終わるぐらいになるので揉み込みが重要です。後ろも真下に散らします。
膨れてるともう四角く見えちゃうので、トップが一番ボリューム出るように押さえていただいて、で顔周りも押さえていただくとバランスが取りやすいので、鉢周り押さえて顔周り押さえて、でここの上げる部分もちょっとこう持ち上げていただくとバランス取りやすいです。はい、どうでしょうか。顔周りを押さえて、鉢周りを押さえて、トップが高くなるようにボリュームを出していただいて、で顔周りにちょっとこう手がかかるような感じにしてもな感じになるのでおすすめです。センターパートとかツヤっぽい仕上げにすると大人っぽく見えます。どうでしょうか。センターパートのアイロンのやり方とセンターパートのセットの仕方です。こんな感じです。今日のアイロンの内外外内ってぜひ参考にしてやってみていただけたらと思います。今日はこんな感じで、今回の動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。でまた僕 Twitter と Instagram やってますので、なんか質問などありましたら何でも大丈夫なので気軽に DM したら僕全部返してるので、気軽に DM していただけたらと思います。でもしよかったらフォローもよろしくお願いします。でまたいろんな動画撮っていきたいと思うのでよろしくお願いします。ありがとうございました。